ねえ徳さん、一年ぶりで来てみると山の温泉場もまたいいね。まあ青葉の頃に限るよ。そうだ、いい景色じゃないか。まるで見えるようだ。今日はずいぶん急いだけれど、目合い今日何人ぐらい追い越したかね。17人だ。とてもいい気持ちだよ。前の方を歩いていく目開きを後から追い越す時の気持ち、これはなんだね、目比べなくちゃわからない気持ちだね。おかげで随分間の毛や犬に突き当たったよ。それは福さん、お前がぼんやりしてるからだよ。目比べに突き当たるのは相手がぼんやりしてるからじゃないかね。この頃の目開きはことにぼんやりしてる。小説の目開きなど当てにしちゃいけないよ。うっかりしてると手を引いてくれて道具の中に叩き落とすかもしれないよ。どうかね。だからネクラは人や杖を当てにしてる世の中じゃないよ。この勘というやつを働かせなきゃいけないよ。勘というやつを。なるほど。あ、福さん、向こうから子供が何人来るか当ててみな。勘を働かせて。そうだね、8人だね。8人半だよ。半？お昆布がおぐさってるよ。お昆布？赤ん坊には気がつかなかったよ。なるほど、8人半らしいね。ちょっと待った。ふっかく人。あ、そうか。少しゆっくり歩こうよ。もうだいぶ疲れた。でもなるたけ日の歩きに着きたいからね。なろうがなかろうが目くらに関係はないじゃないか。どうせ年がら年中夜道ばかりだ。そりゃそうだろうけど、さっき後から追い越してったハイキングの学生たちに追いついて追い抜いてやりたいんだよ。そりゃ無理だよ。無理ってことはないさ。奴らも日本足、俺たちも日本足だ。いや、無理だよ。なぜよ。なぜったってそれは無理だよ。どうしてよ。どうしてったってそれは無理だよ。無理が通れば道理引っ込む。俺は無理を通すんだよ。そんなこと言ったってそれは絶対に無理だよ。召し上がれ。いや、無理を通すんだよ。おしっこかいて。どうしたかいて。これこしてこ。女が乗ってたね。いい女？東京の女だよ。東京の女？東京の匂いがしたよ。あのあんまはこの湯治場の名物なんですよ。前を歩いていく目開きを追い抜いては、今日は何人抜いた、何人抜いたと言ってはいい気持ちになっているんですよ。ツバメのように今頃になると毎年南の温泉場からやってきて、寒くなるとまた南の温泉場へ帰っていくんですよ。
お前今夜どこだい。これか。あ、これは観音屋だ。徳さんは。これはクジラ屋だ。こんばんは。あ、徳さんかい。しばらくだね。え、またやってまいりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ああ、皆さんお帰りございませんか。あ、おかげで。どうだね、海の温泉番のケーキは。大したことございませんね。今年はもうことのほかいけませんでした。そうかね。ええ、どこも同じかね。これあの、つまらないものでございますが。そうかね、来るたび来るたびにいただいちゃすまんねえ。どうも。毎年同じようなばかりで。じゃあ遠慮なくいただいてきますよ。あら、徳さん。あ、お菊さんですか。またお世話になります。3番のお客様よ。それが済んだら5番の学生さんお頼みしますよ。へへ、じゃあちょっと行ってまいります。分かってるか。へ、またお世話になります。今年ももう来る自分だろうって噂してたところよ。お菊さんは待ち込まれているわよ。からかっちゃいけませんよ。本当にしますよ。後でたくさんお土産もらうわよ。こんばんは。お待たせしました。ありがとうございました。こちらどうぞ。え、軽くね。肩だけでいいわ。え、あんまさん、あんた目焼きを追い抜く道楽があるんですって。道楽ってほどのことでもありませんが。今日何人抜いたの。今日ですか。今日はね、20人ばかり。ただハイキングの学生に追い抜かれたのは残念でした。まあ、追い抜かれることもあるの。ええ、今日はもう残念でした。そりゃ残念だったわね。奥様、なんでございましょう。東京の方でございましょう。奥様に見えるかしら。これは失礼しました。お嬢様でしたか。お嬢様。こんな山の中へよく一人でお相手になりましたね。ご静養ですか。というわけでもないけど、ちょっと。すぐにお帰りですか。さあ。ずっとご滞在ですか。さあ。どっからかのお寄り道ですか。それともこれからどっかへお参りになるんですか。そうね。おお、だいぶ凝ってらっしゃいますね。そうでしょ。この筋の凝ってる方、あんまり頭をお使いになるからですね。何かお考えかご心配なことでも。わかる。ええ、どんなことを考えてるか心配してるか。さあ、そこまで。本当に凝ってらっしゃる。こら、お若いのにお珍しい。若い女があんまりかかるなんておかしい。いえ、そんなことはございません。当節ではハイキングにいらっしゃる若い女の方なんかがよくあんまお呼びになります。女学生さんなんかも。そうね、今の女学生は大胆だから。なかなか相当な方もいらっしゃいますよ。食べれちゃったわ。だいたい今日食べれたのはあんまり責任があるのよ。責任がですか。そうよ。だって私たちはあんまのくせにしてどんどん追い抜いていくんですもの。私たちは負けまいと思ってとても強行軍だったわ。そうでしたか。そうでしたかもないもんだわ。ずいぶん頑張ったんだけど、とうとう追い越されちゃって。だから足がこんなに腫れちゃったのよ。
ねえ。そうよ。そうよ。アマチンは負けときなさいよ。アマチン負けろ。当たり前よ。そうよ。当たり前よ。そうでしたか。驚きましたな。どうもお待たせいたしました。おい、俺から先頼むぜ。へえへえ、足の方だけでいいや。へえ、お、次は俺だぜ。あ、それじゃあその次は俺だぜ。へえへえ、じゃあ俺は後でゆっくりやってもらおう。おいおい、アマさん、今日は無気になって俺たちの後追っかけたんだね。驚いたぜ。おい、ああ、皆さんでしたか、私たちを追い抜いたな。そうでしたか。残念でした。何が残念だよ。いや、ちょっとどう、皆さんなかなか健脚なんで残念でした。いや、健脚っていうわけじゃないけど、君たちがあまり無気になって追っかけてくるんで薄気味悪くなっちゃって、まあ逃げたんだよ。そうでしたか、残念でした。さっきはバカににぎやかだったね。はあ驚きましたよ。当節の若い女の方には顔負けですよ。あんまさんが国はどこ。国ですか。国はそうですね、海の温泉場行ったり山の温泉場行ったりしているうちにどっちが国だか分かんなくなっちゃいましたよ。そうか、僕も墓参りで国に帰ってきたが、寺の坊主は変わってるし、村の人は昔のようでないし、故郷がどっか行っちまったような気がするよ。そうですか。結局こうしてたまにのんびりできるとこが故郷のような気がするよ。そうですね。どうも、あ、すいませんだ。おいおい、浜さん、簡単でいいんだよ、簡単で。いや、皆さん、なかなかお疲れのようですから、ご丁寧に揉みましょう。歩きはしないよ。とてもこの調子や峠越せそうもねえや。おい、帰ろうか。帰ろうかって今さら宿へ帰れないぜ。おいたくっちゃ宮や外分なんて言ってられやしないぜ。おい、今日帰ってもう一晩泊まろうよ。そう願いましょうか。よし、帰ろう。はい、はい、はい、女学生だ。ん？あの女たち峠を越すらしいぜ。おい、どうしようか。おい、どうしようって、こうなっちゃ宮が一体ないよ。こうしたくちゃ格好なんぞつけちゃいられねえよ。本当だよ。あの学生たち昨日の学生じゃないかしら。そうらしいわ。んそうかしら。そうだわ。あ、そうだわ。どうしたんでしょう。あれかしら。
海軍は行ってられないんだよ。あら、そうですか。お気をつけさま。午後から夕立があるから気をつけろよ。どうせお天気の日ばかりはありませんわよ。ああ、めちゃくちゃおしゃべりしてないで、お風呂行ってきたらどうだい。お湯やつが煮詰まっちゃうよ。そうかい。海の温泉場には女のあんまが流行してきたかい。困ったもんだね。当節はあんまばかりじゃなくて、東京あたりじゃ職業婦人の進出が激しくて、男の失業者がとても多いそうだよ。うん。まあ、そのうち男あんまの失業者も大勢できるだろうね。困ったもんだよ。徳さん。へい。昨夜の女のお客様はすぐ頼みますって。へい、すぐですか。おなだしよ。へい、どうもすいません。じゃあお急ぎでね。へい。あ、お菊さん。なに。ちょっと待って。あの、これね、伊豆の椿油。くださるの？皆さんには内緒ですよ。どうもすみません。じゃあお急いでね。え。みんなに内緒ですよ。みんなに内緒ですよ。内緒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 。おい、風呂入ろう風呂。よし行こう。いや、あ、風呂入ろう風呂。お疲れ様でした。風呂入ろう風呂。どうぞ。お疲れ様でした。あ、お疲れ様。あとの方一人で。はい。行こうどうぞお風呂入ろう。すいません。お疲れ様でした。あ、すいません。はい、長谷川さん。お先。内緒ですよ。内緒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 。あ、誰か歯磨き持ってるか。クラブ歯磨きならあるよ。クラブ結構。
奥さんじゃないか。何をうろうろしてるんだ。東京の女の方を探してるんだ。確かにこっちへ来たんだが、まるで逃げるようにして。不思議な女だよ。名指しで呼んどいて逃げるのはおかしいじゃないか。おかしいよ。不思議な女だ。坊や。え？一人？うん。お父さんは？お父さんなんていないよ。じゃあお兄さんは？お兄さんなんていないよ。じゃあ昨日馬車乗ってた人誰？あれおじさんだよ。ああおじさんなの？いいおじさんだわね。よかないよ。おじさん何してんの？寝てるよ。まあまだ寝てんの？のんきだわね。寝る子は育つんだってさ。まあ。おかしな女もあったもんじゃないか。朝からお名指しで呼んどいて逃げ回るなんて、まったくおかしな女だよ。おばちゃん。お魚やろうか。そう、ありがとう。まったくおかしな女だ。こんなことがあると私たち一番困るわ。本当よ。痛くない腹下がれてね。どうもおかしいわ。外からは誰も入った様子はないんだけど。あの時東京の女のお客様だけだったんじゃないの？そうだったかしら。女の方はどこ行ったかな。何をガヤガヤされてるんだ。ぼやぼやしてるからこんなことになるんだ。注意して注意して。へへ、分かってな。へ。徳さんまだ待ってたのかよ。お客様どこ行ったんだろうな。さっきあそこにいらっしゃった方は確かにそうじゃないかと思うんですが。あ、待たせていただく間ちょっとお揉みいたしましょう。そうかね。じゃあやってもらうか。すまないね。どういたしまして。いや今日は朝からとんだもん人騒がせでね。何かございましたか。何かあったとこの騒ぎじゃないんだよ。今朝お付きになった学生さんたちがお湯にお入りになってる間にね、うん、その学生さんたちのお金だけがすっかりやられちゃったんだよ。はあ。警察にお調べを願えば簡単だが、表沙汰にすればクジラ屋の信用問題だしね、はい、学生さんの滞在費とそれからその、お帰りの汽車賃を弁償して、それでまあやっと泣き寝入りさ。そんなことでございましたね。で、全然見当は？見当などつこうはずがないじゃないか。その時2階には確か東京の女のお客様だけだったと思うんだが。そうですか。あの方がまさか。あ、お帰りになった。お帰りなさいませ。お父さん、お帰りだ。お帰りなさいませ。あの、坊やのご飯もお願いします。へいへい、いらっしゃいませ。おいおい、お帰りだよ。どうも誠にすみませんでした。女中どもみんな調べたんでございますけど。どうも誠にすみませんです。あ、お帰りなさいませ。ただいま。どうぞ。おじさん、これを言ってくれよ。お、大きいのが釣れましたね。おじさんのお世辞の方が大きいよ。いや、これでも。あ、行け。皆さん、昨日のハイキングの学生さんたちはございませんか。昨夜はどうもありがとうございました。ありがとうどころじゃないよ。ひどい目にあったぜ。足が痛くて歩けやしねえや。遺産で宿を出たんだがとても峠越しそうもねえからまた逆戻りさ。どうも昨日の草まで。ではまた後ほど揉み直しましょうか。揉み直し？冗談言うなよ。これ以上もらえちゃったら東京に帰らしねえじゃないか。それどころじゃないんだ。今朝こいついて湯に入ってる間に空き巣にやられちゃってすってんてんだよ。ほう、とんだ誤差なんで。
ではまた後ほど。ごめんくださいまし。おい、あの女、朝からあんまりかかるのかな。そうらしいな。さっきあんたが目焼きを追い抜くの見ようと思ったら気づかれちゃったわ。とても勘がいいのね。じゃあやっぱりあそこにいらっしゃったのは。そう、私だったの。あんまり簡単に気づかれたんでどんどん逃げたら。なるほど、歩くの早いわ。汗かいちゃったわ。どうも失礼いたしました。ちょっと一風呂浴びてくるわ。どう、あんまさんも。お湯ですか。そう、入らない。一人ですか。まあ嫌よ、一緒になんか。はあ、そうですか。おい、ベッドですぞ。あった、俺に前に帰ろう。早く何分おきに出んの。2時間おきでございます。今度は11時でございます。11時。そう、ずっと記者の連絡はと。今日私でございますか。うん。どうしたんだ。あんまがいけないんだよ。いたずらしたんだろ。何にもしないのに脅かしたんだよ。何もしないのに脅かすはずがないじゃないか。さあ帰るんだ、支度しろよ。もう帰らないよ。なぜ。おばさんにごちそうになる約束なんだよ。おばさん。ほら、昨日馬車の中にいたおばさんだよ。僕の釣った魚食べるんだよ。ごちそうなんかどうだっていいんだ。さあ早く支度しろよ。もうやだ、おばさんに悪いもん。おばさんなんかどうだっていいんだ。早く風呂入って支度するんだ。おじさん、当分ここに寝てるっつったじゃないか。うん、急に帰ることになったんだよ。グズグズしてると置いてっちゃうぞ。チェー。なんだい。なんでもないよ。いいや、もう帰らないから。姉さん、お昼ごはん僕の分だけいいよ。あ、そうですか。おばちゃん、マナーやってくれよ。おばちゃん。チッ、頼むよ。ああ。おい、なんかしてやれよ。なんかやれよ、おいしてよ。よし、一直なるか。ああ。もこいせい。追い来るよ。狩人どこれを歌んとする。あまた獣の危うきよりよ。飛び来たりたる羊め。お、ぼやぼや。姉ちゃんどうした。姉ちゃんじゃねえ。お母さんにしちゃ若いな。お母さんじゃねえ。お母さんでもないのか。それじゃ何だい。よそのおばさんだい。そうか、綺麗だな。そうさ、よろしく言ってくれな。やべえ。やだ。泣いちゃダメよ。さあもう帰りなさいよ。帰ればおじさんが東京帰るんだ、早く支度しろって言うんだもん。僕やだ。まあ東京帰るんだったの。じゃあおじさん心配してるわね。さあおばちゃんが送ってたんやからお帰りなさいよ。ね。
だならよく。おばさんが謝ったんやから、そんな心配しなくたっていいのよ。おじさんととも強いんだよ。そう？柔道三段なんだよ。まあ、そんなに強いの？強いさ。まあ。お、坊主、どこ行ってたんだ？探したぞ。東京へお帰りのところ、つい長くお止めいたしまして、どうもすいませんでした。いやいや、東京のおばさんにご馳走になるんだって言ってましたけど、あなたがどこの宿にお泊まりかわからなかったんですから。本当にご心配おかけいたしまして。いやいや、こちらこそ。いたずら坊主、ご迷惑じゃなかったですか？いいえ、今日お帰りだそうってことなんですね。ええ、その予定でしたけど、今夜はこれから夜行になりますし、明日にしようかと思うんです。子供連れの役は楽じゃないですから。本当にお帰りを妨げいたしまして。いやいや、もう一晩おかげでのんびりできます。坊主、おばさんにご馳走になったんだろ？今夜はこれからこちらでご馳走してあげようじゃないか。うん、じゃあ僕魚釣ってきようか。おい、クサ、いい加減にやめなよ。なんで同じこと吹いてるんだい。え？何年って、首振り3年ってじゃないか。お前の番だで。うん、観音屋か。草さん代わりに行ってくれないか。え、番を譲ってくれるのはありがてえが、奥さん、お前今夜みんな自分の番を譲ってるじゃないか。え、どうしたんだよ。うん、ちょっとさてはお名指しを待ってるってわけだな。うるさいな、早く言ってくれよ。徳さん、東京の女の方待ってたって無駄だぜ。さっき観音屋のお客のところへ遊びに行ってたようだから。それ本当かい？嘘言ったってしょうがないじゃないか。そうか。じゃあ行ってくるよ。福さん、福さん、俺行くよ。あるか、気をつけろ。お前の方でぶつかったんじゃないか、気をつけろ。めぐろが付き合ったのは当たり前じゃないか、気をつけろ。何、やる気か。新しいぞ、新しいぞ。何が来たんだ。徳さん、昨夜の事件知ってるか。
知ってるさ。相手もなかなか強かったよ。何の話ですか。何言って喧嘩さ。喧嘩。うん、俺の話は観音屋の盗難事件さ。盗難事件。うん、えらい騒ぎさ。では何でもね、夕べ着いたお客が風呂へ入ってる間にやられたらしいんだ。それ本当かい。本当だ。俺たちまで調べられていい迷惑だったよ。あんなことなら徳さんの番を譲ってもらうんじゃなかったよ。夕べ観音屋で俺はとうとう喧嘩で行かれなかったな。ねえ空さん、うん、夕べ確か東京のお客様は確か観音屋に遊びに行ってたんだね。うん、行ってたよ。まだ気にしてんのかい。そうか、不思議だ。何が不思議。いや不思議だ。あの坊主もかわいそうですよ。母親には生まれるとすぐ死なる。去年また父親に死なれて結局僕が引き取らなきゃならなくなったんですけど。まあそうでしたの。坊やもかわいそうに。あなたも大変ですわね。本当に大変ですよ。僕一人の体を持て余してるのに子供ができたんじゃでも奥様は女房がありゃ世話はないんですがね。じゃあまだお一人だったんですの。なかなか女房は持てませんし来てもありませんよ。そんなことありゃしませんわ。そうでしたの。そうですか。僕も帰るよ。つまんねえな。もう今日は東京帰りになるんでしょ。え、帰るかと思ってます。あなたは。さあ、私いつ帰るかまだ決めていませんの。そうですか。いいですね、いつまでもこんなところにのんびりしてられて。ちっとものんびりなんかしてやしませんわ。とても心配なんですの。何がですか。いいえ、何でもありませんわ。お姉さん、すみませんけど、お土産物少し揃えてね。何がよろしいでしょう。さあ、ここの名物何？そうですね。あら、坊やここに来てたの？おばさんとおじさんばかり話してるんだ。ごめんなさい。つまんねえよ。坊や、今日東京帰るんでしょ？早く帰って支度しないとおじさんまた心配するわよ。ねえ、早く帰って支度しなきゃダメよ。おばさんお土産持って送っていくわ。だから早くお帰りなさい。ね。ちうん、どうしよう。帰ろうよ。帰るか。うん、帰ろうよ。つまらないもん。うん、
つまんないか。もう一晩泊まろうか。ちぃ、坊やじゃないか。そうだよ。東京のおばさんどうしたい。僕もあのおばさんと遊ばないんだよ。どうして。おばさんたら僕のおじさんとバカで話してるんだもん。つまんねえ。そうか。じゃあ、あんまさんと遊ぼうか。うん。散歩しようか。散歩？うん。あんまさんでも散歩するのかい？いや、散歩だってハイキングだってするか。へえ、すごいんだね。すごいさ。もう東京帰りになるんでしょ。そうですね。明日帰らなきゃなりますまい。いずれ東京で銀座なんかでばったり出会っても知らん顔でしょうね。そんなことありませんわ。でも私東京へは帰らないかもしれませんの。どこへ行くんですか。どこへって、それもわからないんですわ。なんだかさっぱりわかりませんね。いいんですの、あなたには何もわからなくたって。もうやめましょう、こんな話。お前一人の通る道じゃないぞ。坊やじゃないか。なんだい。あともう一日泊まんだってさ。そうか。じゃあ今日は泳ぎに行こうか。あんまさんでも泳げるのかい。泳げるさ。飛び込みだってできるよ。へえ、すごいんだね。すごいさ。
だよ。泳ぐからね。じゃあおばさんが来たよ。え、本当かい？坊や、違う、違う、違うな。おばさん一人？ええ。坊や、何してんの？あんまさんと読もうと思ってたんだよ。まあ、目が見えないくせに危ないわ。飛び込みだってできんだってさ。着物が裏返しよ。え、いけない。どうもすいません。昨夜橋の上にいたらあんた知らん顔して行っちゃったわね。さすがのあんたも気がつかなかった。いや、気がついてましたよ。出ますよ。じゃあなぜ黙って行っちゃったの？犬に食いつかれるのは嫌ですからね。それでなったって犬にケツが付いて死中食いつかれてるんですから。まあ変に気を回しちゃ嫌よ。あの人、何でもないのよ。こんな山中にいると、とても東京の方が懐かしいの。ただそれだけなのよ。旅でお知り合いになって、もうすぐお別れするんだわ。おじさん、帰ろうよ。ん？どうして？つまんねえよ。あんまと泳ごうと思ってたら、おばさんが来て邪魔するんだもん。それはあんまと泳ぐなんて危険だよ。じゃあ僕、誰と遊んでたらいいんだよ。つまんねえよ。ねえ、おじさん、帰ろうよ。ねえ、寝ったらよ、おじさん。帰ろうか。帰ろう。よし、女中さん呼んでて。オッケー。おじさん、ん？おばさんにさよならつってこなくてもいいかね。坊主、お前だけ言っといて。うん。
つけろ。くっつけも。なんだ、奥さんじゃないか。なんだ、徳さんか。お前が人に突き当たるなんてのは珍しいことじゃないか。うん。少し考え事してたんだ。いや、実は俺も少し慌ててたんだ。何を慌ててたんだ。慌てるのはお前の普段からの悪い癖だ。いや、今夜は特別なんだよ。ほら、この頃方々の宿屋嵐に。うん、うん。今夜また神谷さんがやられたんだよ。うん。それで警察でも捨ててはおけずってわけで、各旅館の滞在客を片っ端からしらみつぶしに調べてるそうだ。いや、なんでもね、滞在客の仕業だって見込みらしいんだ。それ本当か。本当にも嘘にも、温泉町の隅々には警察の手で、もう飲みの飛び出す隙もないそうだ。そうか。なんだ、慌てやがって。普段から悪い癖だ。東京のお客様いらっしゃいましょうか。あ、いるよ。何慌ててる。どうしたの、アンマさん。さあ、早く、早く逃げてください。こうしちゃいられません。しらみつぶしに探しています。え、探してる。そうです、すっかり手が回っています。え、どうしましょう。さあ、ぐずぐずしちゃいられません。さあ、早く、早く。裏口から行きましょう。裏口から。ここなら大丈夫です。ここでしばらく待っててください。私、荷物まとめてきます。あんまさん。来ちゃいけません。来ちゃいけません。私は何もかも知ってたんですよ。東京のお客様、目開きの目はごまかせても、目くらの私の目をごまかすことはできませんでした。見えない目であなたを見つめていた私はとてもつらかったんです。さあ、早く逃げてください。私の目の届かない遠いところへ。初めてクジラ屋で学生さんたちのお金のなくなった時でも、観音屋で盗難事件のあった時でも、私はあなたを信じようとして苦しみました。信じよう、信じようとすればするほど、あなたの姿が私の見えない目にはっきりと刻みつけられるんです。ですから、私の目の届かない遠いところに逃げてください。あんまさん、あんたなんかとんでもない間違いしてるんじゃない？ いえ、私の目に狂いはありません。私の目が狂っているというなら、なぜあなたは深く考えたり心配したり、一
人の足音や物音にまで怯えていたじゃありませんか。私の目はいつでもじっとそれを見つめていたんですよ。バカバカしくて笑えもしないわ。でもそれほどまでに私の身を心配してくれるなら何もかも話しますし、なるほど私東京から逃げてきました。よりによってこんな山の中に逃げてきたんですわ。でもあなたの思ってるようなそんな馬鹿げたことで逃げてきたんじゃないの。じゃあなぜです。何のためです。私旦那の世話を受けてるのが嫌で逃げてきたんです。旦那の世話を受けてるというよりも奥様へお嬢ちゃんに申し訳ないから逃げてきたんです。でも旦那はきっと探しますわ。どんな犠牲を払っても探し出そうとしています。そんな旦那ですの。馬車のラッパや人の足音にも怯えてたのはそれだからなんです。あなたの勘が、あなたの見えない目があまりよく見えすぎたんですよ。お客様、目の届かない遠くへ私を逃がしてくれようとしたあなたに何の恨みも持てません。あんまさ、あなたの目よりも旦那のけだもののような目の届かない遠くへ逃げて逃げて逃げ回りますわ。お菊さん、ぼやから手紙が来たら早く大きくなって立派な人になるように返事出しといてね。困りました。